はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今日はね、何をやっていこうかというと、ついに禁断の企画をやろうやないかというわけでございます。まあ、もうね、サムネイルにもなっていることでしょう。今からサムネイル撮るんですよね。じゃじゃーん。カラカラウオですね。いやー、ついにやってきました。うちのところのチャンネルがね、今まで先に避けてきた企画といえば、そう、あれですね。激辛挑戦系でございますね。っていうのはね、まあこれちょっとね、いろいろと事情があって、まあこれも食べながら話すことになっていくと思うんですけど、まあ、あまり山田さん、辛いものが得意ではないですよ。ただ、めちゃくちゃね、辛いものを食べて、ひいひい言う人が、を見て楽しめるような、ところですよね。まあだから、カラカラ語で言うところと、オメシスの、レイちゃん、みたいな感じでね、あれぐらいね、リアクションができたらね、それはそれでまた面白いじゃないですか。で、ね、りょうちゃんみたいにね、これがね、美味しいって食べれるとか、だから正直、食べたことないのまだわかんないんですけどね。ただ多分、私結構無理なレベルなんじゃないかなっていうところなんですよ。っていうのは、うち大体、ココイチで言うとね、じゃココイチで言うと、まあ、3から限界かな、めちゃくちゃ辛いのが食いたいと、3からギリいけるっていう感じなんですよ。なのでね、多分、こいつ5からは超えてきてるみたいなんですよね。なのでね、多分、いいんじゃないか。4からはね、食ったら次の日ダメでした。っていう感じになっちゃうんで。さあ、どうかなというところで、いうところでございます。それぐらい体張らんとも、あれだろうっていうね、いうことだと思うんですよ。ね。言いたいと思う、いいと思うんですよ。ただね、この辛い系っていうのはね、まあ、最悪食おうと思えば食えんことはないと思うんですよ。ね。胃に通すことはね、多分できる辛さなのかな。まあ、ちょっとそのあたりも怪しいレベルではあるんですけど。ただね、極激辛とか、ああいうのをやると、まあ、昔ちょっと辛いの、ちょっと食べてみたこともあるんですけど、私、次の日の体調が全くダメになっちゃうんですよね。うん。で、それがね、影響がね、笑ってね、もうお腹いっギルギルで、お前、あかんやないかって。で、住めばいいんですけどね、その仕事からね、今入ってる、仕事のね、内容がね、いわゆる、まあ、ライン作業ってやつですよね。ラインでね、ずっとやっていく、工程になるわけでございますから。つまり、途中で抜けれないですよね。そういうことです。まあ、いざとなった時にはね、ちょっと、交代の人ね、呼ばしてもらってとかって言ってね、いうことはできるのはできるんですけど、ただね、多分、これ食ったらもう明日、これがね、できるまではね、多分もう、ずっとトイレに引きこもりになると思うんですね。まあ、前にちょっと彼らと楽しそう。なぜ辛いもの食べるとそうなるんですよ。だいたいもう10分に1回ギュルギュル、戻ってきて、ギュルルルって言って、編集作業もまんまならないんで、本当は編集作業したいんで、あんまりこれやりたくなかったんですけど、っていうのは目に見えてるんで、なのでね、できるところが、仕事が次の日にあるところではできねえと、いうことですね。で、そのタイミングを見計らってずっとやっておったら、あ、今日しかねえな、ということでございます。なのでね、もう今日撮るしかねえということですね。次の日がね、ポンと空いておってっていうことでね、なってるんで、このタイミングで日勤から夜勤に変わる週の、ところの、でね、時間が取れたところでないとできないんで、いや、今日しかねえなってことでね、ついに今日やることになりました。ちなみにこれね、じゃあ、なんや、多分、関東にお住まいの方とかだったらね、全国的にはね、これっていわゆる2022年バージョンなんですよ。ですので、これ、2022年、何、初頭に出とったやつじゃないの？ということなんですよね。だいたい2022年の、何？冬？年明けてしばらくしてから1月、2月ぐらいから発売なのかな？で、いうやつなんで、何や、そのやつがね、ずっとその頃からストックしとったかって言ったらそうじゃなくてね、実はね、これは、先月かな、10月ぐらいに、飛んででしょうね、多分、スガキヤじゃないですか、発売してるのが。で、多分、この辺りってスガキヤの販路があるところなんで、で、ピアゴ行ったら普通に売ってたんですよ。あれって、新作も出てんのかなと思ったら2022ってなっとったり、あれ、これ
これ2022年バージョンやってことなんで、なんだろうね、作り置きしてあるのがまだあるのか、それともそのストックが残ってて、それが、その東海地方では、その在庫がね、吐き切れるまでは在庫が置かれているのか、それとも作ってるのか、ちょっとわからないんですけど、まあ、ただ生産量をね、シュッと、冬の間はね、どんと増やして、夏場になったらもう東海3県限定になるようにね、シューって、絞めてるっていう、感じなのかもしれませんけどね。ちょっとそのあたりの詳細が不明なんですけど、まあ、賞味期限も全然、あるんで、あ、でも12月14日ってなってるから、もしかしたらあれかな、ちょっと前に作ってあるやつなのかもしれませんけどね。うん。っていうところの辺とかもね、チェックしながら、食っていきたいと思います。果たして、激辛系がね、まあまあ苦手な山田さん、どれぐらい果たして辛辛を食えるのかっていうね、検証やっていきましょう。お、長いね、5分喋ったね。さあ、キャッチ入れるのかな、このし、今回、サブチャンで行くのかな、まあ、取れ高次第でしょうね。今回は取れ高次第でワンチャン一軍行きがあるんですけど、ただ一軍の動画出すとき考えてみたら2月とかになるんですよね。もう1月下旬までいっぱい埋まってるんですよね、スケジュールが。だからこれ間に挟むか。まあ一軍でも間に挟むか、まああれ、それかもうね、どうなるかちょっとわかりませんけどね。まあ何せ。パッツーパッツーで、まあ、それね、取れた分だけね、出していく余裕があればいいんですけど、それしちゃうと、結局、後々動画のね、制作が間に合わなくなっちゃうっていうね、まあ、なかなかジレンマを抱えてますんで、今もね、結構やばいんですよね、あの、例の、もうこの動画が上がってる時に上がってることで、あの、クリスマスケーキ企画っていうの4つ目の方でやってるんですけど、あいつがね、まあ、バカみたいに能力とって、実はまだ取り終わってないんですよ。これやってる時にね、うん。11月の中旬、ぐらい、下旬に入るかなぐらいなんですけどね。実はまだ終わってなくてね、まだ牛トラとか、A コープも残ってるのか、っていうところとか残ってるんで、これをね、やらなきゃいけない。これもね、また大変だよね。で、今週また夜勤に入るんで、これの収録はできないんで、さ、どうしようかな、結構ギリギリだなっていうところもあったりするんですけどね。ちなみにカラカラも写真まず載っけてきます。あっちのね、カメラつけれたらなと思ったんですけど、それはね、ちょっと、リアルタイムで映ってるカメラ、上からの視点のカメラが、ちょっとね、今ね、レイアウト変えた都合でね、置き場所がなくてね、置けなかったのでね、すいません。ちょっとね、これな感じで映すのと、こっちでね、映したやつを、バシバシと出していこうと思います。カラカラもね、こんなデザインです。まあ、2022年のやつなんで、目新しくはないと思いますけどね、こんな感じであったりしますと。で、スガキ屋さんですね。あ、そうか、そうか、ここでもしかしたら初見の方もいらっしゃるかもしれませんからね。まあ、スガキ屋さんが出してる。まあ、まあ、東海三県の人ならね、おなじみのスガキ屋ですね。の、カップ麺シリーズの方ですね。本店の味とかね、いろいろあるじゃないですか。まあ、ですので、まあ、スガキ屋のカップ麺って言ったら、まあ別に東海三県の人だったらね、味噌煮込みうどんか本店の味かはね、食べたことないって人、まあなかなかいないでしょうという、ところでありますんで、まあでもあれ袋麺で食べることが多いかっていうこともあったりするんですけど、これのカラカラウっていうのが、まあ、辛いとね、評判というわけでございます。もちろんオメシスで最初見たのかな。オメシスで見て、ポコピーさんとかが食っとって、で、なんか、最近流れてきた、ショート見とったら、なぜかひろゆきさんも、なんかおすすめらしいですね。っていう、あ、そういうことなのか。っていうので、ね、ちょっと気にはなってたんですけどね。たまたま、ピアコか。行ったらね、ふってね、ただ見たら定番であるとこにちょこんっておったんでね。え？カラカラウや。気になったんで、ちょっと。せっかくなら買ってみましょうというわけでございます。さあ、って言ってる間にお湯が、もうね、収録始める前から沸かし始めてるんで、もう沸いてると思うんですけどね。実際にちょっと中開けて見ていきましょうね。よいしょ。中開けると、